またほうれん草ですか。はい、正直季節問わずですかね。家系ラーメンのマストアイテムですし、あー、わかる。職場のほうれん草も季節問わず大事にしたいですね。いや、ほんとそうですね。大事。あのね、これもう春からもう新入社員になる方にも伝えたいですね。声を大にして、大事。もうしっかり報告、連絡、挨拶ですよね。うん、え、何？え？報告、連絡、あ、そうなんか、ごめん。挨拶じゃない、挨拶の感じも違うし、ちょっとごめんなさい、確認して、あ、相談、相談、ほうれん草できてないかもしんない私。え、挨拶じゃなかったっけ、相談ですか。うん、挨拶ちょっと違う感じでしたね。あ、相談なんだ。相談もっとしよう。上司にもっと相談します。はい、大事ですね、挨拶プラス挨拶をね。いや、もう何も言えないわ。何も言えなくなってしまいました。はい、お上手なね、コメントありがとうございました。うん、ということで、ここからはブロッコリーのお話、コメントで一個もご紹介しなかったんですが、まあ、冬野菜の中でブロッコリーが今最盛期を迎えているんですね。